はようございます、ズネです。今回はダイモンですね。このダイモンというキャラ、個人的には三大勢力の一つ、第三勢力だと思ってます。ストーリー的には人類オロチの対決なんですけれど、そこに割り込む第三勢力なんですよね。こいつ人間もオロチ側のやつも両方とも援護攻撃で助けるんで、どっちにも優しいしめちゃくちゃ強いんで、このキャラだけなんか別世界だなみたいな、別枠でいるのかなみたいな感じがしちゃうんですよね。まあそんなことはさておき、このキャラは最強クラスのキャラと名高いです。最強キャラっていう人も多いですね。とにかく強いです。そして使うのもまあそこまで難しくないんで、安定して勝つのは難しいけど、使うだけならば、いきなり使って無理やり勝つだけならばそんな難しくないんで、初心者向けでもあります。このゲームやり始めで負け続けるのも嫌だな、たまには勝ちてえなっていう場合は使ってみていいと思います。で、普段の対戦も避けて通れないキャラなので、対策を立てる意味で自分で使ってみるのも大事かなと思います。さて、じゃあ各技の使い方いっていきましょう。まずは遠距離立ち、 A、 ちょっとリーチの長い牽制技ですね。キャンセルかかります。本当にダメージも結構でかいし、牽制技としては優秀だしで、文句のつけどころはありません。この技のせいで地上戦何もできなくなるキャラもいますね。ヘビーリーとかこれ連発されるとしんどいです。続いて遠距離 B、 立ちながらの下段です。リーチめちゃくちゃ長いです。ダイモンの技の中で最もリーチのある技なんで、本当にこれでチクチク押していけますね。ダメージの方もカウンターヒットだとすんごい減るんで、弱攻撃とは思えないですね。ペチペチちょっと当てるだけでこんなになっちゃいます。立ちながら下段っていうのがやっぱりでかいですね。投げキャラなんで、相手としては距離を取りたい、後ろ下がりたいってことでレバー後ろ入れるんですけど、その後ろ下がろうとしたところにこうやって下段が刺さるという形になります。ちなみにキャンセルカーです。こんな感じで入りますね。続いて遠距離立ち C、はい、リーチの長い、なんかすごい気合いの入った張り手みたいな感じになってますけど、このパンチ判定めちゃくちゃ強いですし、ダメージも結構でかいんですよ。普通のヒットだとこれダイモンにしちゃこんなもんなんだっていうダメージですが、カウンターヒットだとやばいんですよ。このヘリでまあ2回連続当たれば、3回目当たればこんな半分以上減っちゃってるって状態なので、カウンターヒットだと本当に痛い技です。まあ、残念ながらキャンセルはかかんないんですけど、牽制技としては優秀ですね。続いて遠距離立ち D、はい、上方向蹴ってます。遠距離立ち C よりも判定は弱いんですけど、上方向にリーチが長くて、そして発生が早いという形になっております。打撃と投げの選択肢を迫る場合には、この遠距離立ち D を使っていくのがいいのかなと思いますね。次、近距離技ですね。近距離 A、すごく控えめなパンチですが、これ連打キャンセルでつなげます。これで2発つないでヒット確認して投げへつなげるっていうのが、まあ置き攻め等で役に立ちますね。ダイモンっていうのは小技基本的につなげられないんで、この近距離へだけがつながるんですね。ダイモンの中で2発刻んで投げられるかどうか確認っていうのができるこの技は結構重宝すると思います。ただ雑魚の低いキャラ相手はこれ当たらない場合がありますので、気をつけなきゃいけないですね。これ相手キャラが同キャラのダイモンになってるせいで当たってますけど、イオリとかには当たりませんのでご注意ください。続いて近距離 B ですね。キャンセル可能です。まあこれもね、近距離 A と同じように雑魚の低いキャラがしゃがむと当たんないんで、なかなか使いどころに困りますね。まあ使わなくていいんじゃないですかね。まあ、一応趣味の技って感じです。続いて近距離立ち C、 これが優秀なんですね。ダメージは少ないんですが、キャンセル可能でガードさせて、有利フレームを取ることができます。発生も結構早いんで、こんな風につなげることができます。しゃがみ A を重ねて近距離立ち C につなぐと、ガードされても有利フレーム取れるんで、攻め継続にはもってこいなんですね。こうやって近距離立ち C、 遠距離 B っていうのが黄金連携です。相手としては無敵技でも出さない限りは、まあ、こちら側にリスクをほぼ与えられないという形になります。
まあ、連続技でも大活躍ですね、この技は。ダメージがちょっと少ないんで、本当に相手の大きな技の隙に対しては近距離立ち D、こっちを使います。こっちの方がダメージでかいですよね。これが近距離 C で、これが近距離立ち D です。ちょっとだけ近距離立ち D の方がでかいですよね。でこの近距離立ち D はキャンセルが可能で、受付が若干長めです。こんな感じでちょっと遅めにキャンセルしても、遅めに入力してもキャンセルをしてくれますんで、こうやってヒット確認気味に投げを決めたりすることもできます。じゃあ続いてしゃがみ技ですね。はい、しゃがみ A、 判定がかなり強いです。そしてノーキャンセルで投げがつながります。まあ、もちろんキャンセルもかかるんですけどね、こんな風にキャンセルかかりますし、ノーキャンセルでも、まあ、投げがつながると、1フレーム発生の投げがつながります。これはダッシュで近づいてくる相手に対してくんなくんなって感じで置いておくのが、まあ、いい使い道ですかね。続いてしゃがみ B、 これキャンセルはかからないんですが、ヒットさせれば有利が取れるんで、はい、1フレーム発生の投げがつながります。まあダイモンにしては、まともな牽制技潰しとして使っていけるかなと思います。ジャンプ防止技とか、そういう技をどうしても潰したくなったらこの技でっていう感じです。続いてしゃがみ C、 はい、なんか頭突きですね、ごめんなさいって感じで頭突きやってます。これはまあキャンセルかかんないんですけれど、やられ判定がすごい前出るんで、こんな風に密着でガールさせて相手がガーキャンした場合に、そのガーキャンをすかすことがあります。ヤシロとかクリスなんかはガーキャンしてくれるとスカってダイモン先に動き出すんで、そこに投げが入ったりしますね。まあ、大体はこの前斜めした C の頭上払いを出そうとして方向を間違えちゃって技になるということが多いと思います。まあ、でも漏れちゃったとしてもあんまり悪い結果に転びにくいっていうのが素晴らしい技なんですけどね。で続いてしゃがみ D、 これが発生早くて隙も小さくて優秀なんですが、リーチが短いです。こんだけ近づいても当たりません。キャンセルかかるんで、まあ、対クリス戦なんかでこういうカラキャンをやっとくとスライディング潰しプラス対空になったりして有効なんですけれど、まあ、状況限定で使うかなという感じですね。さて続いて地上吹っ飛ばしか、これはまあ普通の吹っ飛ばしではあるんですが、やられ判定が若干後ろ下がりますんで、相手の牽制技を潰すのにも向いてますね。でダイモンというキャラはこの地雷神っていう、まあ、昇竜 A ですね、後で説明しますが、この技があるおかげで、まあ、こんな連続技ができますね。ただこれ地上の相手に当てると、まあ、相手がダウン回避しちゃって自信が間に合わない場合もあれば、しゃがんでる相手にヒットしちゃった場合は自信が当たらないんで、ちょっと使い方には慎重を要するというか、慎重にやんなきゃいけないんですけど、こうやって空中にいる相手だったら、で地面につくまでも長いし、絶対立ちくらいになるし、この吹っ飛ばしキャンセル当て身まで入れておいて自信をつなげるっていうのが有効になります。まあ、ロバート戦なんかで使えますね。ロバートの前へに対してこの吹っ飛ばしを当てて当て身自信と、空中ヒットになりますから、ロバートの前へ空中浮いてますからね。そのおかげで自信まで安定してつながって、かなりいいダメージ源になるかなと思います。では続いてジャンプ攻撃、ジャンプ A、 このジャンプ A は判定が強いんですよね。すごく地味なんですけど、対ヤシロ戦なんかでもう相打ちでいいや、相手が技振ってきたら相打ちになってくれればいいやっていう時に役に立ちます。ダメージそこそこありますしね。続いてジャンプ B、 膝蹴りです。めくれます。めくり以外の用途ではあんまり使わないかな。一応変なダイモが無敵になっちゃうバグがあるんですが、今回はちょっと細かすぎるんで割愛させていただきます。しゃがんでる相手をめくったりとか、めくり性能があります。はい、ジャンプ C も同じような使い方ができますね。めくれると、まあ、地上技にはかなりつなぎにくいですね。めくりから地上技つなごうっていう時はあんまり使わない方がいいでしょう。その時はジャンプ B で。続いてジャンプ D、 これが凶悪なんですね。判定めちゃくちゃ強いし、ダメージもそこそこあるし、はい、小ジャンプでダメージこれぐらい、ノーマルジャンプだとちょっとダメージ小さいんですよね。小中ジャンプの方がダメージでかいっていう、まあ、このゲームにしては珍しい技になってますね。珍しい性能になってます。で雑魚が
平均以上のキャラだったら、上り小ジャンプ D とかで中段になります。相手のしゃがみガードを崩せます。やっぱ基本上から飛び込むときは技でいっていいのかなと思います。この技をちょっと早めに上り気味に出して、着地でこれで無敵投げゴースト狩りを出すっていうのが、まあ、黄金連携というか本当に強い行動ですね。相手としてはジャンプ D をこうやって上り気味に食らったり、もしくはガードしたりしたら飛んで逃げようとするんで、そこに頭上払いなり 8D なりを決めてやるといいでしょう。まあ、そこで無理やり読み合いにするってわけですね。さて、吹っ飛ばしかな、ジャンプ吹っ飛ばし、はい、ジャンプ吹っ飛ばし、これあんまり下に攻撃判定ないんですけど、なかなかいいところに攻撃判定があります。ダメージもそこそこありますし、何より相手のガード硬直長いわけですから、自分のターンにしてえなーっていう時はこれで突っ込んでいくのがいいでしょうね。でダイモンに関しては、ジャンプ自体がまあそこまで速くてジャンプでどんどん押していけるってわけじゃないんで、まあ、接近したらジャンプ D で、遠目から飛び込むときはジャンプ吹っ飛ばしでっていう風に使ってくれればそれで問題ないかなという感じです。じゃあ頭上技それぐらいにして、でちょっと通常投げに行きましょう。通常投げ、はい、ダイモンはなぜか3種類ありまして、近距離 C 投げですね、まあ、こんな相手を締め付けるようなやつ、これが密着近くでレバー横と C ボタンで出る投げです。これ投げ外し不能で強制ダウンですね。ここから地震バグ入っちゃうキャラもいますんで、これはかなり強力です。逆にでもこれ連打しないとダメージがあんまりないんで、ダメージ自体は地震バグが入らない限りそんなに期待できないんですね。続いてちょっと離れた間合いで、はい、前 C をやると、こういうなんか遠距離 C 投げっていうのが出ます。前に関してはまあ広すぎはしないんですけど、はい、こんな感じの、まあ、これも強制ダウンなんで一応地震バグはあるんですけど、まあ、狙って起きることはそんなにないかなと思います。今のは近距離 C 投げになっちゃいましたしね。続いて近距離の、はい、こっちは近距離とか遠距離の概念はありませんが、レバー横と D ボタンで出る投げ、これ位置が入れ替わって、投げれる技で、そして立ち D っていうのは近距離も遠距離も上方向に結構判定がありますんで、まあ、投げと見せかけて、はい、こういう風に前 D 連打しておくと、相手が地上にいてくれたら D 投げになって、相手が嫌がって飛んでいたら立ち D になってっていうのが起こるんで、まあ、通常投げは基本的に D 投げ多めでいいと思います。ただ相手が画面足にいるときはここで D 投げを決めてしまうと位置が入れ替わっちゃってもったいないんで、そういうときだけちょっと工夫が必要ですね。続いて特殊技ですね。特殊技は1つ目は前 A の玉潰し。なんでこれが玉潰してんだって思うかもしれませんが、玉っていうのは飛び道具のことですね。飛び道具相殺できます。相殺っていうか消すことができますね。でこの技自体はキャンセルから繋がらないんで、まあちょっとした暴れ潰しにしかならないんですが、ヒットするとこのようにダウンします。で切り株返しが追撃で入りますんで、まあ気が向いた時に使ってみたらいいんじゃないかなっていう程度です。中段でも何でもないんでなかなか当たらないんですよね。まあ、こんなもんですかね。無理やりコンボに決める、コンボに絡めるならこれぐらいしかないと思います。続いて、先ほどから何度か登場している頭上払いですね。この技が凶悪でして、まあ、発生も早いし判定も強いし連続技の音も使えますね。まずはでこれだけじゃなくて、空中の相手に当てると浮かせる性質があるんですね。そのおかげでこんな連続技ができます。対空で使えるんですね。対空で頭上払い、この前斜め下 C を出して当てて、キャンセルで必殺技を出しておく。そうすると地震が当たるようになりますんで、まあ、相手のダウンしてるところに地震が入ると、そんな形になります。まあ、暴れで使っても強いし本当に優秀な技です。で相手が、まあ、カウンターで空中で食らってくれてると本当に面白いことになりますね。2回頭上払い当てて地震まで入ると、で挙句の果てにこんなのもありますね。はい、こんなのも入るんですね。
ガーキャン吹っ飛ばしカウンターからこんなのが入るっていうのは、まあ前代未聞じゃ前代未聞ですね。このキャラの凶悪ぶりを示してますね。じゃあ特殊技そんなもんで必殺技に行きましょう。必殺技まずは、地雷神ですね。昇竜 A と昇竜 C のどちらでも出るんですが、性質が結構違います。昇竜 A はちゃんと地震を起こす方ですね。これ相手がしゃがんでいれば当たらないような仕様になっております。相手がどんな状態でもしゃがんでる扱いになってれば当たりません。まあ、空中にいても当たりませんけどね。で、昇竜 C の方はこうやってうおーっていうだけで、振りかぶるだけのフェイント技です。まあ、地震バグのレシピかなんかで使うぐらいがせいぜいかな。他ではあんまり、まあ、見た目が面白いかな程度の使い道しかありません。で、この地雷神なんですけど、地震バグで使えるんですね。まあ、地震バグっていうのはまあ2種類ありまして、こういったダウン中の相手に決まっちゃうやつ、まずこれが1つ目です。先ほどから何度もやってますよね。これがしゃがんでる相手に対してやるんだと当たらないと。これダウン中に立ってる扱いになってるかしゃがんでる扱いになってるかの違いです。空中の相手に当てると、まあ、つまり空中の相手に対してダウンする技を当てると、まあ、空中ですから立ち扱いなんですね。まあ、言葉で一気に説明するとはぁって感じかもしれませんが、まあ、とにかく見た目通りに真似していただければ、あ、これコンボになるんだ、対空なら絶対に自信入るんだっていう感じでやっていただけて、問題ないと思います。もう一個、このもう一個が問題なんですね。地震バグ2つ目、これが世間で地震バグって言われてるやつですね。地震バグと言ったらこっちです。はい、何やったか分かりますかね。しゃがんでる状態なら地震は絶対入らないんですけど、起き上がる1フレーム前ですね、起き上がる1フレーム前にこうやって地雷神を重ねると地雷神が当たっちゃうっていう状態があるんですよ。だから強制ダウンを奪える、まあ、この天地返しみたいな強制ダウンを奪える技からこのタイミングを取る行動ですね。最初にやったのは発動当て身地震、2回目にやったのはバックステップ受け身地震ですね。こんな風にタイミングを取ってフレームを合わせて地震を出してやると、まあ、起き上がりに入っちゃって大ダメージと。ちょっともう一回やりましょうか、発動から。このヘリですよ、このヘリ一回投げただけで半分減ってますからね。こんなことができるキャラなんで本当に凶悪です。まあ、一部のキャラには地震バグのレシピがまともなかったりして、地震バグだけでは戦ってはいけないんですが、まあこれがあるとかなり違います。じゃあ地震についてはそれぐらいに軽い説明に留めておいて次へ行きましょう。超受け身、これは普通の前転と同じだと思っていただいて構いません。後半には隙があります。ただ違うのは投げられ判定が移動中ないってことですね。使える利用できる場面はあまりありませんが、あるとしたらこの強の超受け身ですかね。前転よりも総フレームが長く移動距離も長いです。相手の置き攻めのタイミングをずらしたりするときに使えますね。普通に前転するとその前転の隙に技食らっちゃうなと思ったときは、あえてこの強調受け身を出すことによって、相手がこの前転というか転がってるところの隙に連続技を決めるタイミングをずらしてやることができます。まあ、悪あがきって感じですね。あとはまあ先ほどもやりましたけど、ここで出しておくと相手の近くでこうやって地震の追撃ができますんで、まあ、連続技、地震絡みの連続技を決める際により近くで地震を決めたいっていう時に使いますかね。さて続いて天地返しですね。逆ヨガ前パンチ、 A でも C でもいいですが、まあ、一応ミスるとこういう地雷神になりやすいんで、地雷神になった時のことを考えると C で入力しておいた方がいいですね。まあ、投げ前が広くダメージもでかいで、有利フレーム長いですね。相手がこうやって落っこってきてる間にもうすでにダイモン動けますんで、この間に強調受け身かなんか接近して前転で表裏っていうのが強いです。単純にこの天地返しの後2回受け身受け身ってやってゲージ貯めてもいいですし、かなり優秀な技です。で、投げすかりがこんな風になんか低姿勢になるんで、相手に投げを避けられちゃっても痛い反撃をもらうっていうことはそんなにないかな。で、これ2発目地面に落っこちてダメージが入ってますよね。投げた後に落っこちるまでに発動してやると、この落っこちて入るダメージの方が若干増えます。なので、とどめとかに
有効ですね。では続いて大外刈り、昇竜キックで出る大外刈り、これが無敵投げと呼ばれるもので、発生まで無敵で投げが出ちゃって、その後は、まあ、隙があると、無敵時間切れて隙があるって形になってます。強攻撃からは繋がらないんですが、弱攻撃からは繋がります。この無敵投げである大外刈り、超大外刈りが本当に優秀でして、先ほども言いましたが、上り攻撃からこうやってやるだけで本当に相手側悶絶です。あそこ相手が暴れてもダイモンのことを、返せない、ダイモンのこの投げを返せないっていうことが多いんで、飛ぶしかないですよね。でこうやっといて遠距離とかやれば飛んで逃げた相手に当たると。まあ、あとは近距離で、こんな風にやっとけば相手がガーキャン吹っ飛ばしをした際に掴むことができたりもします。ちょっと相手のガーキャン吹っ飛ばしの性能にもよるんですけどね。ああもうガーキャン吹っ飛ばして死んじゃう体力だよっていう時はこうやって入れ込んでおいてもいいかもしれません。続いて、雲掴み投げですね。ヨガフレ A、 これはまあデカキャラが立ってれば一応当たるには当たるんですが、あまり地上の相手には使わないかな。空中の相手に対して頭上払いからこうやって決めることが多いと思います。ダメージも結構あるし、そんなに悪い技ではないんですが、まあなんかそんなにお世話になる機会は多くはないかなと思います。状況によってはかなりいいんですが、最初のうちはこの技は無理して使う必要はないと思います。続いて切り株返し、ヨガフレ C ですね。相手の足元をなんか掴もうとしてますけど、これ下段技ではないです。ダウンを誘致性能があるんで、ダウンしてる相手を掴むことができます。こんな感じですね。ただダウン回避されちゃうと入らないんで、あんまり使う機会はないかな。どっちかというとこの遠距離 B から暴れ潰しっぽく使うことが多いと思います。これガードされても基本的には反撃受けないんで、治療系出しちゃっていいんじゃないかなと思います。他に必殺技としては当て身ですね。これ波動キック、相手の地上技、真ん中ら辺を攻撃するような地上技ですね。足元攻撃されると取れないんですが、ダイモンの遠距離 A みたいなのは取ることができます。やられ判定前出ないで当て身判定だけ前に大きく出るんで、ちょっとダイモンに見た目届いてないだろうって技でも取ってくれたりします。ダメージが結構でかいんで、そして隙も小さいんで、強気でこうやって出しちゃってもいいと思います。でダイモンの技の中では一番総フレーム短いんで、この頭上払い絡みのコンボでもよく使われたりしますね。続いて裏投げですね。逆ヨガ前キックで出る移動投げです。普通に出すとこんだけ移動しちゃって、端々まで移動しちゃって相手の裏回って投げるっていう風になるんですけど、この技実は謎の仕込みがありまして、技の演出中でもどの状態でもいいんで、波動 A っていうのをどこでもいいんで入れておくと、こうやって端々で出すと移動距離短くなるんですよ。これ普通に走るのより速いの分かりますかね。今のが裏投げの方で、こっちは普通のダッシュ、裏投げダッシュ、裏投げの方が速いですよね。だからどっかで波動 A を仕込んでおけば、まあ、ゲージため兼移動手段として使えるという形になります。で波動 B、 波動 C、 波動 D、このどれかを入力すると仕込みが解除されまして、裏投げは元の性能に戻ります。これはそうですね、ガーキャン吹っ飛ばしを決めてる間に波動 A を入力して、で吹っ飛んでる相手に出して裏投げで移動して接近っていうので重宝するかなと思います。あとは使い道としてはそうですね、相手がガード持続、いわゆる屈伸をしている時にこの技を出すと、裏に回ってから投げるので、裏に回るってことは相手はガードポーズ取れないっていうことになって、投げがまあ一応入ると、屈伸対策になるんですね。でもまあダイモン相手に屈伸する相手ってそんなに多くないと思いますんでね、中段も下段もしっかりしてるんで、だからそんなに屈伸に困ることはないんで、この技のお世話になるってことはないと思うんですが、まあ一応そういう使い道もあるということで。それで超必殺技ですね、逆ヨガ2回パンチで出るこの地獄極楽落とし、
投げ間合いの広さを生かして使っていくっていうのがメインにはなるんですが、結局のところ地震バグを使った場合に天地返しの方が結局ダメージがでかくなっちゃうんで、あんまりお世話になることはないですね。特にノーマル版、ちょっとノーマル版のダメージとちょっと見ておいてくださいね。このダメージ、はい、A と W の間らへんですね。地震バグの方のダメージ、はい、こっちの方減ってるんですね。だったら天地返しの方でいいじゃん、ゲージ取っとこうぜって話になってしまうんで、まああんまりお世話にならないかな。一応天地返しより投げ間合いが広いのでこんなのができますね。まあ、だからなんだって話にはなっちゃうんですが、一応見せコンということで、はい、マックス版だとダメージでかいですね。投げ間合いも広いしダメージもでかいと、まあ、ようやく超飛らしい性能になります。はい、満タンから投げ1回でこれですね。これが強攻撃頭上払いから入っちゃいますので大ダメージです。ちなみにこれ全部長飛は A で出してます。 C と A どっちでも出せるんですけど、 A の方がダメージでかいです。最後の地雷神部分のダメージが違うんですね。 A で出した方が、ちゃんと減るというかダメージがでかいです。でそんなもんにして、続いてもう一個の長飛、嵐の山ですね。ヨガフレ2回キック、はい、こんなやつです。これスーパーアーマーです。こうやってウォーってやってる間に技を食らってもダメージは入るものののけぞりません。だからまあ相手の突進技とかに合わせられるといいのかなとは思うんですが、まあ、なかなか実戦でお世話になる機会はないですね。でこれ相手が近くにいると掴んでくれて、次ヨガフレキック、昇竜キック、はい、武器が変わりますがそういう追加入力で相手を追撃してくれます。ヨガフレキック、昇竜キックですね。ちょっとコマンドをちゃんと頭に入れてないと難しいと思いますが、ちなみにあんまり意味はないですが、ここで切り株にしたりとかもできますし、はい、こんなのもできます。途中で切り株に変えてるってことですね。でも本作では切り株のダメージそんなでかくないんで、こっちにする意味はあまりないですね。97では切り株にした方がダメージでかかったんですけど、はい、ちなみにこれ3回暗転していますが、別に3ゲージ使ってるわけではないです。ちゃんと1ゲージでできてます。まあマックス版だと単純に威力が上がるっていうだけで、まあそんなに無理して使うことはないですね。まあ一応実戦ではこうやっといて、起き上がりにこうやって重ねて、そしたらあの暗転を見たら相手は飛んで逃げたくなるんで、そこをクモつかみっていうのが実戦での使い方ですかね。逆に言えばそこと地震バグのタイミング取り以外ではあんまり使えないと思います。さてこれで技の説明は全てということになりますので、続いて対戦参加条ですね。はい、対戦参加条その1、牽制技を振りまくって相手をボコボコにしろ。はい、なんかそれ本当に参加条なのみたいな感じですけど、でもこうやってなんか音ゲーのごとく ABCD って押してるだけで意外と勝てちゃったりします。本当に牽制技優秀です。でダメージもカウンターヒットしたりするとすごいでかいです。だから深く考えずにボタンを押しててもなんとかなっちゃう時があるんですね。さすがに本当に強い人に対してはそれはダメなんですけど、実力が同じぐらいの相手でしたら、これである程度適当にこんな振り方をしちゃっても、リスクはなく、相手としては嫌なことこの上ないみたいな感じになります。アドバイスになってるようで、どうなんだろうって気もしないでもないですが、まあ、ダイモンっていうキャラはとにかく最初にあんまり負けたくねえな、やり始めだけど負けたくねえなっていう時に選んでくださいっていうキャラなので、まあ、ある程度適当でも強いっていうところがあるんですね。続いて対戦参加条その2、投げを仕掛けろってことですね。まあ、これ何度も途中出てきてますけど、上り D 大外みたいな、こういうこの無敵投げをうまく使って、接近戦でぐちゃぐちゃにしてやるんですね。もちろん投げばっかりだと相手に飛んで逃げられちゃうってことが多くなりますんで、ジャンプ D から立ち D 出してみたり、頭上払い出してみたりとか混ぜていかなければなりませんが、接近したらとりあえず投げありき、そして、投げに対して相手が飛んでくることを知っているようなら、打撃もちょっとずつ混ぜていってみようかなっていう順番に考えていく方がいいと思います。
最初から打撃の牽制技が、投げは避けられたらフルコンもらうから投げはやっちゃダメっていう方向から入ると、逆にまあこのキャラの持ち味が生きずに面白くないってことになっちゃうと思いますんで、最初は投げから入っていいと思います。で、対戦参加条のその3ですね。ここに関しては、頭上払いで対空しろっていうことになりますね。もちろんダイモンというキャラ動きが遅いんで、相手にラッシュかけられて殺されちゃう場合があります。そういう時は相手が上から降ってきた際にしっかりこうやって頭上払いで対空して、頭上ゴロン地震と、こういうのでしっかり相手の攻めを分からせないといけないんですね。相手が攻め放題だとこういう頭上払いで痛いカウンターをもらうんだぜっていうのを、植え付けないといけないんですね。相手が何気なく飛んだだけでこのダメージだよっていうのをね、しっかり分からせないと。簡単に言うとそんなとこですかね。ダイモンに関してはまあ接近してしまえばもうダイモンワールドっていう感じなんで、いかに接近するかっていう話になります。で、接近する手段として、対戦参加条その1の、音ゲーっぽくボタンを押してとにかく相手を黙らせるというのがあって、で、相手がおとなしくなってきたら上り B から大外なり、なんなり近づいたら投げみたいなことをやってくれればいいです。で、万が一接近できずに相手に攻められちゃうような展開になったら、まあ、頭上払いを使って、相手の攻めを返していこうという感じになります。で、発展編なんですが、まあ、ここに関しては打撃の攻めを構築しようという感じですかね。まあ、地震バグを発展編にしてもいいのかなと思ったんですが、地震バグのレシピを覚えるっていうのはやっぱりこのゲームやり始めの方にはすごい負担がでかいんで、打撃の固めですね、しゃがみ A、立ち C、遠距離 B みたいな、こういう打撃での固めを覚えていくと、相手としては投げのプレッシャーがあるくせにこいつ打撃で固めやがってみたいな感じになりますね。こんな感じでやるとね、相手もいつ飛んで逃げればいいのかなって伺ってるところにこんな打撃でガツガツ来られると相手としては固まってしまいやすいですよね。こんな感じでやって相手がうぜーって感じでガードしてたら、そこに超大外狩りというのが理想です。もちろんしゃがみ A からちょっと歩いて、こういう歩き壊しですね、しゃがみ B ヒット確認で投げが入りますんで、こういうのを仕掛けていってもいいと思います。さて、こんなところになりますかね。それじゃあ勝ち方の例っていうのをまた作っておきましたんで、こちらをご覧ください。ラウンド1レディーゴー。